へいよーキャンスメッシュです。今日もね、伺っていくんですけど、今日はですね、一つやばすぎるね、強いデッキを紹介しようと思います。それがこちら。羽羽デッキ、ヤムシ型ですね。はい。キョスケルイジェなんですけども、羽羽デッキ、まあ、羽羽デッキっていうのはキョスケルイジェとか入っていることを、まあ、言ったりするんですけども、その羽羽デッキ大好きな、ヤムシって方がいるんですけど、その方が作ったデッキっぽいです。はい。羽羽デッキ、ヤムシ型っていう名前らしいですね。それもヤムシデッキではっていう感じではあるんですけども、まあそこは置いといて、このデッキなんですけども、まあね、前シーズン、まあ4日前くらいからこのデッキを今猛練習していて、結構ね、いい感じに立ち回りも仕上がってきたりとかして、今シーズンこそね、バランス調整で変化ないので、このデッキでガコンって上位狙いたいんですけども、このデッキできついのって枯渇デッキとか、あとはまあホグライダーデッキもそうなんですけども、あときついのがこれなんですよ。このヤムシデッキ、マジでこのデッキにめちゃめちゃ負けて、もちろん勝つこと時もあったんだけど、30回ぐらい当たって2回ぐらいしか勝てなくてみたいな、まあ相性は間違いなく不利ではありますね。ただ勝ち方はあるよねって部分です。そこをね、見つけれずに終わっちゃった部分もあったんですけども、このデッキがね、マジで強い。麦も使ってたし、他だとライキジョーンズとかも使ってたかな。多分そっちでも動画出るんじゃないかなと思うんですけど、このデッキ今めちゃめちゃ強くて、これをね、今日は紹介していこうと思います。で、しばらくバランス調整来ないから、今シーズンこのデッキ多分強いんですよね。マザネク、あと少しでレベルが上がる。いいでしょ。てか、悲しいことがあって、クラロワパス、前シーズン買って、マックスまでやってたんですよ。ただ、何一つ受け取らずに放置してシーズン終わったんで、スタンプもスキンも何ももらえず、カードももらえず、吹っ飛びました。ただただ課金して、名前金ピカにして、よっしゃーって言ってただけですね。はい。楽しいです。スーパーセグさん、そこ直してください。ちゅうわけでやっていきましょう。はい、この、羽羽デッキや虫型なんですけども、このデッキの相性悪いデッキが、まあ基本的にはラバ。ラバとか、ゴレバ多分相性いいですね。ラバと、あとなんだっけな、ディガーボールブレイカーとかもちょっときついっぽいですね。うん。一応、さてこれどうしよっかな。ザッピーがマジで最強だから、まあ、ザッピーで守りつつトリトンで、まあ、キングキドは絶対したい。はい、絶対したくはないんで、別に絶対しなくていいね。さてちょっとプリンスが入っちゃうけど、トリトンが強いから OK です。ボンバがちょっと強かったね今で。ロイジェここにニョキって出してあげて、ロイジェニョキって出してあげて、相手強いカード全部切ったから、これ出して、あ、メガゴネワンパンできちゃうんですよ。ハンター、相手悲しいね今の。さあこんな感じで守るといったね。で、今エリアドすごい取れてると思うから、またキョスケをケツから出していくみたいな感じですね。いや、つえ、このね、キョスケ出して逆サイ攻められても守れるし、守った後にロイジェイつけるのが強くて、まあ結局この、ハンターとか、ザッピーももちろんだけど、トリトも強いしね。本当に今来てるデッキですよね。ザッピーが今ね、強いんですよね、実は。さて、どうしよっかな。ロイジャイを出しちゃおうか、これ。多分、出しても、これ、どうせ、守れるんだよね。キョスケとかで。よし、これ一回トリトンで、はい。こっち持ってきといて、いやもうかわいそうで、これだってゴレからしても多分発狂すると思うよ、きつすぎて。うん、でハンター出して、まあキョスケだけ出しといて、またトリトンでちょっと持ってきといて、はいはい、でキョスケの爆弾でボガン飛んで、エレスピで守ってみたいな、もう、わかる？このなんか、2021年って感じ。デッキが。なんかハイテクなんですよね。だからね、ゴブジャイ PP、いや、めっちゃ強いんだけど、
まあそのゴブジェピピのデッキがめちゃくちゃ強いわけではないよね。ただでも上がってる人いて、なんかそういうのにねこう惹かれてしまうというか、だからみんな見てて思う、俺の YouTube とかでゴブジェピピ使ってるの見ててもなんか面白そうだなって思うだろうし、使ってみようかなって思うと思うよね。ただあれ難しいし、他に使ってる人があんまいないっていうのがね結構惹かれますよね。まあそんな感じでとりあえずね今日はガチガチのこういうね、あの環境デッキも紹介しつつですね。今のだって俺絶対そんなに上手くないけど勝てたもん。相性勝ちってやつですね。前シーズンゴレが多かったので、そういった部分でも、まあちょっと増えてきてはいましたよね。いや、トリトンね、強いね、結局。てかね、バランス調整がさ、またこれだ。あのバランス調整がさ、あれしたじゃないですか。前言った通り、3ヶ月に1回になったんですよ。秋ね？今まではこのタイミングでバランス調整入ってたんですよ。次の日か。飽きませんか？そろそろ。エゲジャイかこれ相手。エゲジャイ説出てきた。で、これでまず爆弾でボフーンしてもろて、ボフーンしてもろてからのこのロイジャイが強いと。で、前だったらヒースピだったらね、これ。ヒースピがちょっとマヨーンって言ってやってくれたんですけど。まあ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 。今のも、ちょっと立ち回り的に良くないね。守ってからカウンター行きましょうか。ただ、でも何しても勝てそうだもん。マジで、ゴレに。ザッピーそもそも強いし、相手5を持ってないから。ハンター強いでしょ。で、巨助で後衛飛ばせてトリトンで吸えるってやばくない？で、クエイクで施設破壊してロイジェイで攻めるみたいな。いやー、マジで兼ね備えてますね。まあ、ただこのデッキは、なんか次の環境だと、このデッキがあまりにも増えすぎると、これに対して強いデッキ、ラバとかウォールブレイカーが増えると思うから、そうなったらもうゴブ JPP 暴れれるんで、まあそういうとこもちょっと狙っていきたいですよね。ケツキョスケめっちゃ強くないこれ。使ってて思うよね。ケツキョスケめちゃめちゃ強いなと思って。よいしょ。ああ、なるほどね。ライトニング打てないようにしてあげて、打ってきた。大丈夫本当に。で、これね、前までは、守れなかったんですけど、このエレスピが強すぎて、守れるっていう、話でございます。よいしょ。で、気をつけ出してあげて、なぜか、相手すごい、一生懸命ライトニング打ってきたのに、逆サイが削けてると。で、あのダクネも、処理できるから OK ですねっていう。でクエイク打ってもろて、でザッピーこっち側出しといて、左側はまあある程度許容ですね。はい、許容、怖い、怖すぎる許容ですが、あれ？ロイジェイと間違えてる。ロイジェイと間違えてないそれ俺。大丈夫。大丈夫か。まあこれで、あのロイジェイが入るんで GG ですね。まあちょっと危なかったけど、でも勝てる。これが、この羽羽デッキヤムシ型の恐ろしさでございます。まあ今のはね、ほんと何しても勝てる、マジで。ほんとに。マジで適当だもん。別に俺、誰かの上手いプレイ見たわけじゃないから、そう。このデッキマジで強いんですよね。まあ本当に、とりあえずカウンターですね、おそらく。はい。カウンターで、行きたいですね。さてと、バレルかな？こういうのも、エレスピが強いんだよね。もう。ケツキョスケからロイジェイ出してクエクでいいんかな。さてここどう行くかだな。とりあえず出してクエクって、エレスピが入って
システムでドガン。いや強い、笑えない、もう笑えないもん。キョスケが強いってもう笑えないマジで。いや下方修正、いやでも来ないと思うんだよな。あ、これは今のは見とかないといけないですね。はい、完封できる、あれですね、今のハンターもっと早く出せば完封できます。いや巨スケが強いって、まあ、ガチ、まあ、時代がハネハネに追いついたのもあると思うし、ヒースピー、なんだろうな、なんかの下方が絶対効いてるはず。ババ小屋かわかんないけど、なんかの影響、多分このデッキがめちゃめちゃ強いんだよな。なんでだろう、ゴレが多いからかな。いやマジでわかんないけど、一応前プリ警戒しといて、これあれ破壊できないか、クエイク打ちつつトリトも出しといて、芝居といてもろて、後ろからですね、ひたすら後ろから出してハンターさえあればバレルは守れるので、はい、守っといてあげて、キョスケが2周目回ると。どっち行くか、これロケット回るからな相手。これで行きますか、言うて。ただ、枯渇ちょっとね、なんかコツいぎそうですね、立ち回り。余裕ではない感じがする。シンプルに、ロイジェイもっと出せばいいかな。相手うまい。これクエイクで守ります。困った時のクエイク防衛もありますからね。いやー、でもなんかちげえ気がする。これ今めちゃめちゃ、押し込まれてるよね。違う感じがするね。とりあえず転がしてハンター構えていて、出しといて、どうしよう、どうしよう、攻め方が分かんない。これ枯渇きついかな。そんなわけはなさそうだけどね。とりあえずクエイク打って、あ、刺さった、臭い。してハンターで完封できるかどうかマジ大事ですね、これで。ここでインフェの線切って、待って、クエイク外した、もったいなす。ただ呪文で勝てそう。あ、入った、勝ちですね。297削るんで、まあ GG と。いや強いな、これ多分枯渇もいけるんだろうな。あ、強いわ、シンプルに。うん、といった感じで、興味ある方はぜひね、こういう強いデッキを使うのもいいと思います。俺はなんかこっちの方が好きだからっていう、ごめんね、もうゲームって好みでるからね。うん、そんな感じで、今日このね、ハネハネデッキ、ヤムシ型とかいう凶悪デッキを紹介しました。今シーズンはね、このデッキで絶対このデッキをね、しばこうと思うので頑張っていきます。デッキを一つに定めて、めっちゃマルチ回すのが久しぶりで、そう、今までなんだかんだいろんなデッキコロコロ変えてたんですけどね。ちょっとゴブ JPP を練習していこうと思うので、ぜひね、ミグダム配信の方とか見に来てください。そういえば余談なんですけど、今日夜にですね、夜10時くらいから、なんかクララワ界隈でアマンガサ配信でもやってみようかなと思って、ミグダムの方で一応やるので、よかったら見に来てください。では、おつめしバイバイ。YouTube に他のゲーム配信はまだ出さないですね、おそらく。はい。